クロード・ゴレッタは、スイスの映画監督、脚本家、テレビプロデューサーである。兄は、レポーターのジャンピエール・ゴレッタ。1929年6月23日、スイスのレマンコハン・ジュネーブに生まれた。ジュネーブ大学に進み、法学を収めた。1950年代の初めに、同学で知り合った後の映画監督、アラン・タネールと共にシネクラブを設立した。その後、 都営し、ロンドンの英国映画協会の講座で学ぶ。タネールも共に都営し、同協会でフィルムアーカイブ関係の仕事を見つけた。1957年、タネールと共同監督で撮った短編映画、ピカデリーの夜ナイスタイムが、ロカルの国際映画祭で、金表賞を受賞。同作は、ロンドンのピカデリーサーカスのナイトライフを描いたもの。1958年、 スイスに戻り、テレビジョンスイスロマンドで働き、特に、プロデューサーとして、ドキュメンタリー番組、コンティネンツ・サンズ・ビザを制作した。1968年、タネール、ミシェル・ステイ、ジャン・ルイ・ロワ、ジャン・ジャック・ラグランジュと共に、映画制作会社、グループゴレ・グループ5を設立した。九百七十年、グループ5とチームソニック・レーシングの共同制作により、長編第一作。 レフを発表。同作は最もスイス的な映画であるとして、スイス批評家連盟賞を受けた。単純なコメディと人をデリケートに描くゴレッタのタッチは、すぐに国際的に認められるようになる。次の長編映画、招待エルインビテーションで、1973年、第26回カンヌ国際映画最新サイン賞を受賞。ついで、1977年、 レースを編む女で第30回カンヌ国際映画祭でエキュメリック賞を受賞。当時ほとんど無名だったイザベル・イペールはこの時を境にスターダムへと登った。1983年マリオリッチの白毛でマリオリッチは第36回カンヌ国際映画祭で主演のジャンマリア・ボロンテが男優賞に輝いた。 連続テレビ映画のシムノン・アワールールール・シメノンの一作デア・ベレクト・デ・パリーズソンは1987年モンテカルロ映画祭で賞を受けた。1990年代前半にはフランス、ベルギー、スイスの放送局が合同で制作したブルーのクレメールを主演としたテレビ映画シン・メグレ・ケーシ・メイグレイシリーズはヨーロッパで人気を博した。レタの映画は ルイス・ブニュエルとジャンルノワールドに関係があると映画記号論者は繰り返し指摘している。日本ではレースを編む女が過労死で公開されているだけで、このルーベルバーグと同世代のスイス映画の巨匠を未だに知ることができていない。タネール・ラトのグループ5時代に国際的な名声を獲得、プロデューサーのイブ・ガッセイ、イブ・ペイロの目に留まり、早速、 はしめ衣装の草を監督する機会を得るなど、最もグループ後の機能を効率よく利用でき、大きい作品で勝負できた監督である。なお、77歳の時に発表した、サルトルジュナンの時代を最後に、現役から遠ざかっていた。2019年2月20日、ジュネーブの自宅で死去。89歳坊津。不都語版、ウィカピーダイアクロードゴレットの、 カンヌは明白な誤りなので修正した。カンヌ公式、クロード・ゴレッタを参照。不都合版、ウィカピーダやクロード・ゴレッタでは設立メンバーが、誤りなので修正した。DA, CA, S 樹脂ニースとスイスクロード・ゴレッタ。レプリション、http w w w r e p a ーン i n fr, カルチャー、ワシア。 ディーセスジュシニースとスイスクロードゴレッタ -21 から02から2019から 8017,026PHP2019 年2月22日閲覧。ありがとうございます。